新潟日報社新潟日報新潟日報は新潟日報社が編集、発行する長友館の新聞。1942年の新聞統制によって新潟日日新聞、新潟県中央新聞、上越新聞を統合し創刊された。発行部数は長館398,698部、夕館34,059部。長館は 県下普及率46.93%。新潟日報社、黒崎本社社屋、1982年から2013年まで本社が置かれていた。総合、国際面は共同通信社提供が、中心、県外記事は大手紙、中日新聞や北海道新聞、河北新報、神戸新聞、中国新聞、西日本新聞との連携が強い。地域面は、 かつては各地域ごとに差し替えられていたが、2010年3月30日より全地域一括掲載となった。平日は月曜日を除いて6面、下越、新潟ワイド、新潟、佐渡、県王、長岡、中越、上越、地域で構成される。また、スポーツ面はアルビレックス新潟や新潟アルビレックス BB など、新潟のチームの試合の翌発行日長官に、 会場の結果よりスペースが取られて試合結果が掲載されることが多い。柏崎仮は発電所問題について通年企画を組んでいる。毎日窓と題した投稿欄に読者の投稿記事を掲載しており、その中に若者対象の投稿欄をキラキラキラリとして日に1名分設けている。これには県外読者からの投稿もある。 読者の投稿に対し返答が来た場合、お答えしますの欄で答えとして掲載される。類似投稿欄として、私も一言、長文の投稿を掲載する、私の視点もある。週1回の読者文芸欄は、短歌、俳句、詩、千流の他に、全国でも唯一と思われる、コントの投稿欄がある。ただし、お笑いのコントではなく、本来のフランス語の原理である。 ショートショートの意味のコントである。新潟日報は、現行の勇敢を2016年11月1日から大幅に刷新し、新潟で暮らす大人の可能性を広げ、大人を楽しみ、大人の明日を考えることを最大のテーマとして、大人と題したタブロイド反勇敢誌として、真相感させる。大人では、都市部で発行する勇敢千倍新聞と同じ要領で、 紙面はタブロイドサイズとし、カラー写真などに適した白身の強い紅白紙を採用。なるべく長官配達地域でも古くなりにくいテーマを紙面に掲載させ、大人の知的好奇心あふれるテーマを連日カラーで特集するコーナーを含め、速報性のあるものはコンパクトにじっくりと読んでもらいたいテーマにはワイド編集でという紙面掲載を目指す。勇敢の大刷新に際しては、 読者の意見を2016年5月にアンケートとして取りまとめ、約1万2000人から回答が集まり、さらに読者のモニターリングにより、同6月に試験版を発行、それを購読したモニターを対象にした、カンカンガクガク会議と称した、座談会で、コンパクトで手に取りやすい紙面だという意見があり、概ね好評だったという、懲戒掲載文について記載。なお、勇敢も、 基本的に長官の配列に順じて掲載していたが、2016年11月1日付の、紙面刷新による紙面の見直しで中面に移すと、ともに BS に特化した内容の番組表を収録する。これにより県内各放送局の番組欄は、長官のみの収録となっていたが、2017年1月16日付から、新潟県内の地デジについて、発行日夕方から、 翌朝の番組表の収録を再開した。20年11月 ABC 部数。新聞情報。都道府県別上位3市。2017読売新聞グループメディアガイド。読売新聞社。2017年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月19日閲覧。AB、有感を進化させた情報誌。大人。 新潟日報2016年10月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年10月25日閲覧大人手軽に読みやすく新潟日報2016年10月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年10月26日閲覧11月に大人相関新潟 有感未読者を取り込みへ2016年10月1日付のサンプル版ありがとうございます。